はい、皆さんこんにちは、グローカルの松田です。はい、今日はですね、国際協力の中でも難民の方に、雇用創出も提供している青山さんにお越しいただきました。ピープルポート株式会社の代表をしてます、青山と申します。2017年の末に今の会社を立ち上げて、難民という立場にいる人たちと一緒に仕事をして働ければを作ろうということをやってます。大学の時って海外には興味はあったものの、はい、国際協力までやりたいみたいなことって考えられてるんですか？あ、そうですね、大学入る前から多分思っていて、本格的に動き出したのが大学2年生かみたいな。何がきっかけだったんですか、大学2年生は。1年生の終わりぐらいに、はい、その大学にあった国際協力系のサークルのイベントに参加して、はいはい、大学入ってやろうと思ったのってこれだよねっていうのを思い出したのが、そうなんですね、きっかけです。なんていうサークルだったんですか？学生団体 SAL っていう国際問題啓発サークルみたいな、ちょっと固めなんですけど、まあ、啓発なのでイベントやったりとか映画作ったりみたいなことを今も昔もやってるんです。すごいですね。映画を作ったりもするんですね。そうですね、すごい、はいはい。実際そこでは何されてらっしゃったんですか？内戦があったカンボジアに行って、はい、映画を撮るプロジェクトに入っていたりとか、うん、あとはまあちょっとアジアの国々、ある意味バックパッカー的に回って、今まで映像と紙でしか得られなかった情報をまあ見て回ってたみたいな形です、うん。なるほどですね。実際じゃあそのサークルに入りました。入った後はそれを通して海外にも行ったりしたんですか？そうですね、カンボジアとバングラデシュとインド、はいはい、なるほど。実際カンボジアの話ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はいはいはい、カンボジアに行かれたのは映画を作ることが目的ですか？そうですね、ドキュメンタリー映画を作ること、はい、本とか教科書とか、はい、まあ、いろんなところで情報を得られると思うんですけど、はいはい、そういったところと実際行ってみてギャップありました？ありますね。地雷を処理するときって爆破して処理したりするんですよ、うん、100メートルかなぐらい離れたところでポーンって本当に爆発してもらったりとか、はいはいはい、うお、こんなに空気が震えるんだみたいな話とか。あ、そうなんですね、はい、あと地雷ってたくさん種類があるんですね、はいはい、基本的には人を殺さない武器、うん、嫌な話ですけど、その人殺しちゃうと、うん、戦力ってマイナス1じゃないですか、はいはいはい、でも怪我をさせて他の人がヘルプが必要な状態にすると戦力マイナス2になるんです。そうですね、はい、なんで足だけ飛ばすみたいなのがまあ基本なんですけど、うんうん、でも一方でちゃんと殺すための地雷もあったりとか、あとは基本地雷って踏んだら爆発するんですけど、あ、そうですね、踏んでも爆発しないけど10度傾けると爆発する、その踏んだら爆発する地雷と同じ見た目をしてるんですけど、はい、その100個のうち1個が傾けたら爆発する地雷、はい、混ぜとくと処理が遅くなるんで敵の足を食い止められるねみたいな、もうなんか人の知識頭脳を結集していかに相手を追い込むかみたいなことを考えられてる武器っていうのも、はい、そこで初めて知りましたし、すごいですね、はい、まあ、そんないろんなのがあるんですか？あります、あります。実際あの人を殺めた、はい、あの方たちにももちろん会いましたし、うん、そこで怖い人なのかなって漠然と思ってたんですけど、はい、もう優しいおじさんだったし、今は戦争で人を殺してきたみたいなことは結構衝撃でした。どういう話をそこでインタビューみたいな形で話するんですか、ね、インタビューも、はい、させてもらってました。そうなった時にどういう質問を青山さんはされたんですか？そうなんですよね、いや本当に純粋に、うんうん、なんで殺せたんですかとか、うんうん、なるほど、難しい質問だこれは、はい、当時ってどういう生活されてたんですかとか、まあ、本当にストレートな質問をしてました。本当にストレートですね、はい、その時どう回答されました？なんで殺せたんですかみたいな質問をさせてもらったおじさんがいて、はい、その人は2つあると、うん、1つはやっぱ貧しかった、本当にこの戦いに勝たないと自分たちの生活が成り立たない。あ、でもその国の中でってことですよね。そうです、そうです、そうです。政府対反政府軍みたいな話だったので、まあ、お互いですね、こいつらやっつけないと自分たちの生活が危ないみたいな。なるほど、はい、もう一つは戦争だし軍隊なので、はい、ある意味洗脳みたいな形で相手はもう悪魔だと、はいはい、人間じゃないみたいなことをもう刷り込まれるんですけど、うん、相手に対する一方的な思い込みがあったから引き金引けた、はい、いやー難しいですね、はい、その経験って結構自分の中で大きかったですか？そうですね、大きいですね。やっぱり今の授業にもそこで聞いた話っていうのは思想に反映されているので、うんうん、はい、すごく大きいと思います。その後バックパッカーでバングラとインド行かれるじゃないですか、はい、その時の目的は何かあったんですか？その時は、当時そのバングラディッシュっていうのはアジア最貧国かって言われてて、まあ、争いが起きる上でやっぱ経済的に苦しかったって話をカムチャで聞いてるので、やっぱ貧しさって、まあ、実際本当に どういうものなんだろうみたいなものを言い方悪いですけど見に行ったっていうところですね。実際バングラどうでした？まあ、貧しい国っていうところが書いてあると思うんですけど、はい、やっぱりそれに比例してるものありました？そうですね、当然物は少ないし、うん、まあ、治安みたいなところも危ない部分はあっ
ったんですけど、ちょっと当時行った時特殊で、はい、クリケットがめちゃくちゃ有名な国なんですよ。はいはい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。クリケットがもう国技でめちゃくちゃ人気があって、行った時がちょうどクリケットワールドカップやってる時で、なるほど、国中お祭りで、はいはい、すごかったんですけど、はい、でも想像しているのよりもバングラデシュに関して言えば活気があったというか、もちろん生活今苦しい方多くいるんですが、その中でもなんとか自分たちの生活変えようみたいな、国全体として頑張っていこうみたいな勢いは感じましたね。あ、そうなんですね、はい、じゃあその後インド行かれるじゃないですか、はい、インドの時は陸路で行ったんですか、それとも飛行機で。インドにインする時は飛行機で入って、ニューデリー北の方に入って、はい、最初の数日は本当にいわゆる観光名所みたいな、うん、デリー、アーグラ行って、で、バラナシっていう、バラナシ行ったんですね。バラナシ、はい、もう真ん中の方行って、で、最終的には南東のプリーっていう村に、はいはい、そこでちょっと日本の方がされてる NPO 団体さんが、へぇ、プリーは分かんないな、はい、もうあのちっちゃい本当港町みたいなところでプロジェクトやってみたいな感じでした。バラナシでは何されてたんですか。プリー以外は目的なく回ってたみたいな感じ、はい、あ、そうなんですね。でもバラナシはガンジス川もあるじゃないですか、はいはいはい、あります、あそこで泳いだりとか、いや、アホでしたねお腹壊さなかったですか。いや、壊しました。あ、ですよね。ガンジス川で泳いで、はい、僕あんま泳げないんですけど、はい、バタフライをして、はい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 、で息継ぎミスってガンジス川の水飲んで、はい、その後2日3日もう原因不明のもう下痢もう何も食べれないみたいな。マジですか。よ、いや、本当はよく生きてたなみたいな感じです。ああ、そうなんですね、はい、もう一つプリーっていうところでプロジェクトやってたっていう話あったと思うんですけど、はい、そのプリーでは何のプロジェクトされてたんですか。インスタントカメラを現地の子供たちに渡して、はい、あのテーマを与えて撮ってきてもらうプロジェクト でそれを同じようなインスタントカメラを渡してテーマを与えて写真撮ってきてもらうっていうのを日本の子供たちもやってて、はいはいはい、同じものを当たる時にどう見え方が違うかっていうのを写真して展示するみたいなプロジェクトをやってるメンバーがいて、え、実際どうでした、それやって。それぞれやっぱ暮らしてる環境によってもちろん違いはありましたし、でもやっぱ同じ部分もあって、家族みたいなのもあったかな、テーマとして、はい、なんかそういったところは結構同じようなものがあったりとか、はい、あ、面白いな、なんかそういうプロジェクト面白いなと思いました。そうですよね、考え方が、はい、じゃあそれ終わって、まあ、大学はもう終わるみたいな感じなんですかね、はい、あ、そうですね、一応その後は、うん、そのカンボジアとかの経験で、まあ、貧困をなくしていこうとか、うん、その紛争をどうやって減らせるかみたいなことをやっていこうと考えていたので、はいはい、それをビジネスでって考えていたので、大学4年生の時はマザーハウスさんでインターンさせてもらったりとか。あ、そうなんですね、はい、で実際それ通して卒業近くになります、はい、なぜプラレスジャパンに行こうと思ったのかなっていうところはお聞きしたいなと思って。あ、そうですね、今でこそこの SDGs とかソーシャルビジネスみたいな話って結構聞かれるように多分なってきたと思うんですけど、当時全くなかったんで。あ、そうなんですね、はい、まあそうですよね、はい、確かにその社会貢献かけるビジネスはみたいななんかあれだよ、なんか最近流行ってる大学生でしょみたいな、はいはいはい、言っちゃってるこいつみたいな感じで言われてたんで普通の企業さんから、はいはいはい、でその中でも本当にその社会問題の解決に対してビジネスっていう手段で、うん、と儲けることが手段みたいなことをやってるのがモータルジャパンぐらいしかなかった。ああ、そういうことなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこの動画ではあの国際教育に興味を持ったっていうきっかけから、はい、ボーダレスジャパンに入るきっかけみたいなところまでお伺いしたんですけど、まあ、次はちょっとボーダレスジャパンで何してたのかというところをお伺いしようかなと思います。はい、はいはい、じゃあ本日はありがとうございました。